これ大丈夫ですか？なんかこんな感じで。全体のまとめと、早杉くんの顔とトレナイちゃんの顔を担当しています。今回の見どころは、今回はの躍動感とかそういうところを見てほしいです。やっぱり担当した早杉くん、主人公でもあるので早杉くんがお気に入りのキャラクターです。今一番接着したいものは、布団です。はい。今回はスグホ君と、なんだっけ見どころは何ですかね、表情です。スグホ君の動画の中で、モブのウィンです。今一番接着した何ですかね、分かんないアロン・アルファーノ君のキャラクターデザインと、あとイラストを担当させていただきました。今回スッポコンものということで、前回とまた違った人々に見ていただければと思います。アロン・アルファーノ君です。はい、仲のいい友人ですかね。背景の着色を担当しています。個性的なキャラクターたちの、感情の起伏が見どころです。アロン・アルファーノというキャラクターが一番お気に入りです。うちの壊れた家具を接着したいです。今回の見どころは、先週編で今回は部活がテーマになっていて、野球をしている躍動感や早杉君たちが青春をしている風景を見ていただけたらいいなと思います。よりアロン・アルファの瞬間接着投法とか、そういう関連付けたものがいっぱい出てくるので、アロン・アルファがどこに隠されているのかも、見ていただけたらいいなと思います。個人的には校長とかスグホ君も気に入ってはいるんですけども、その他の間違えてるくん、大文字ダンくん、おぼえろうくんと、最後ノアくんが気に入ってます。絵柄はパッと見かなり変わってると思うのと、ストーリーも全然違う。でこれも個人的な話ですけども、今回のが好きです。そうですね、前回と違ってスポコンものというちょっと新しい取り組みをしておりまして、前回接着というワードがキスにつながるというか、そういうイメージだったと思うんですけど、今回は接着イコールハグということで、恋愛よりも友情に特化していて、またそういう意味で違う見応えがあると思います。キャラクターたちがみんな個性的なので、その個性を消さないように、背景を着色しました。動画の見どころは後半の、キャラクターたちの、感情の動きなんか、僕は感情移入して見ることができました。おすすめポイントは、僕は校長先生の表情が生き生きとしてて好きでした。それは最高のボーイズハグでした。接着ない。弱小と言われた私たちの野球部に現れた。誰だあいつ。あれは瞬間接着投法。ミットにくっついた。929キロ。早すぎくん、あいつ転校してきたのか。私たちにも全国への道が。ピタッと取れよこのセンス剥がれ野郎。早すぎ、俺たちはチームだ。うるせえ、このカリノメキャプテンが。
アロンアルファはね、空気中の水分の力を借りて早く強くくっつくんだよ。だからなんだって言うんだよ。力借りなきゃただの液体。なんだと。離れなさい無礼者。我が子に弱小野球部など必要ないと言ったのです。次負けたら敗部ですです。アロンアルファイト。打たせねえ、敗部もさせねえ。早すぎ。ダメ、これ以上瞬間接着投法で投げると記事も野球部も剥がれてしまえ。どけ、俺が打たれたら敗部だろう。打たれてもいいんだよ。お前はアロンで戦ってんじゃねえんだ。アロンアルファはね、空気中の水分の力を借りて早く強くくっつくんだよ。ピタッ、アロンアルファブレイ。アロンアルファの最後のは間違えてる。大文字だ、覚えろ。あいつらアロンベナリー全開だね。なんという友情戦着。バラバラだったチームが全部ピタッ。今一つに。すげえ。くっつけ青春アロンアルファ東亜合成。あ、今回は友情がくっつくっていう。アロンアルファの要素を無理やり詰め込みすぎです。大体こんな企画で若者の気持ちを応援できます。前回とあまり変わってないですよね。そろそろ真面目にやってください。僕はもう若者の気持ちが分かりません。協力してくれる協力宣伝部員募集中。詳しくはキャンペーンサイトで。何ですかこれ。友情接着 T シャツ、くっつくと文字になってて。あ、嫌です。私たち宣伝部みんながこれもう作っちゃいました。もらってくれる人もキャンペーンサイトで。そもそも先輩私服ダサいですし、いいですし。